突然始めてしまったよ。誰か見てる人いるかな。おお、ウォッチ増えた。よいしょ。やめた。オーマイガーかな。ヤッホー、 AKB48 の岩田さほです。こんばんは。すごいゆるっと配信、ちょっと急遽始めてみました。いい日、不意打ち。いやー、はーへよー、おさむにだそう、この後ね、変にだそら平和だったうん、そう、この後班からショールームをしようと思ってたんですけど、なんか時間があって暇だなって思って始めてみました。とりあえず、そう、暇を持て余したゆえの、よっしゃインスタライブもやってしまえって思って、そう、ショールーム終わってからな、誰かなって思って、そう、今日握手会ありがとうございました。あ、帰りに駅弁食べた人がいる。海鮮の駅弁、おお、東京で買ったのかな今日はあ、マレーシアからこんばんはがいる。マレーシア、ありがとうございますそう、今日握手会で、幕張メッセで握手会がありました。来てくださった皆さんありがとうございました。すごい体勢でやってるよね。ちょっと起き上がるわ。よいしょっと、うん、キャー、できた。皆さんありがとうございました。握手会、昨日と今日と2日間連続の握手会でね、すごくね、英語で握手会ってハンドシェイクでいいのかな、ハンドシェイク、そうだったんですよ。で、そう、あの、そう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 とかしか言ってない。そう、握手会があって、そう、皆さんに会えてすごく楽しかったし嬉しかったし、そうですね、なんか、そう、総選挙のね、22おめでとうとかも言っていただくんですけど、やっぱなかなかね、皆さんと会える機会が最近多くはないのでね、そう、多くなかったから、そう、遅くなっちゃったけどみたいな風に来てくれた方もいたけど、そんなことないよってって話をこれから多分ショールームでするので、よかったらこの後ショールーム見に来てください。半からやりましたか、あとちょっとだけちょっと言いたくなっちゃった、インスタライブ。さほー、はっ、あ、待って、私の友達が見てる気がするすごいプライベートなお友達が見てる気がする。なんか見たことあるアカウントだでも多分気づかないだけでいろんな人見てるんだろうなありえそう、恥ずかしいな。たまにね、こういう画面のね、スクショとか送られてくるんですよ、見てたよとか恥ずかしいやつ。綺麗、やっぱよ、こさみだスリアトマ、ショールームもね、よくあるんですよ。なんか謎にフォローされてる時とかあるから見てたよとか言われる、恥ずかしい。本当に大した話しないから結構恥ずかしいなって思うんですよね。いやー、そうね、インスタライブもまた気軽にね、こうふわっと、こんな感じでね、ふわっとやったりするし、あとあれもありますから、なんだっけ、あ、ショールームこれからやるんですけど、班から、だからよかったらこの後ショールームに移動してきてくれたら嬉しいですどっちもやります。 Have a nice day、 Have a nice day。 いや、ほんといい日でした。やっぱいろんな方と話せてね、楽しかったですあと本当に今日もね、いろんなところから、香港とか台湾って方もいたかな、そう、本当にいろんな国からね、遊びに来てくれる方がいて、
嬉しかった。そうだからまた握手会、来月はね浴衣祭りっていうのがあったりして、浴衣であれするので、そう、その時は浴衣の写真アップしようかなって思うので、インスタとかにもね載せたりしつつ、来てくださる方には生の浴衣姿見ていただけたらなって思うし。イエーイ、 Today is so beautiful って言われた。あ、で昨日私インスタにさ、あの衣装っていうか自分の私服の写真とかあげたじゃないですか。でそれと今日はだいぶ雰囲気が変わったかなって。そう、まずの T シャツ着てる、そうで下がデニムのもうロングスカートなんですけど、そうだから昔私の握手会とか昔の私のイメージのままの方だと最近結構変わってるんじゃないかなって、印象がそんな感じが自分で勝手にしています。あ、インスタもっと載せてください、だって載せます。そうね、そうね、ちょっとじゃあ写真いろいろ載せたいのあるからその辺も載せたりしていきます。あとね、もぎちゃんがサホちゃんと叫んでる今、もぎさんショールーム行ってなかった？さっきまでショールームでもぎさんがお酒をひたすらに紹介してるのを私は見ておりました。今なのかな、わかんないや。アンニョン、スピークイングリッシュベリーウェル、嬉しい嬉しいよまさかの英語に日本語で返すっていうねそうね、ちょっと結構なんかでもいろんなそういう、そう本当にその海外から今日も来てくれた方もいたりとか、あと もちろんね日本国内からのね、いろんなとこから来てくれた方もいたし、いや今日もお会いできて嬉しかったです。というわけでもうすぐ半になりそうなので、インスタライブはちょっとこの辺にしようかなって思うんですけどまた気軽にやりますので見に来てくれたら嬉しいです。うん、今日のイヤリング、握手会来てくれた方だ、今日のイヤリング紹介してくださいって言ってるけど、前に載せたイヤリングですよ、ちょっと前に載せた、何の形かわかんないって言ったイヤリングです、今日してたの。だからよかったらちょっと投稿遡ってみてください、ちょっと前のやつだから私は天使の羽と思ってるイヤリングだからいやー、というわけでね、もうすぐね、あ、読みたいコメントいっぱい出てきちゃった。 Can you say something in French? French? あ、フランス語も少しなら話せるんですけどね、このまま行くとショールームに近くするので今日はこの辺で一瞬だったけどありがとうございました、またやりに行きますわー嬉しい、またね、どうやって終わるんだっけ、ここだ、エンド。